中村和美君。はい、山さん、こんにちは。自由民主党和美の中村和美でございます。3月といえば卒業式でございます。私立県立高校の卒業式も無事3月1日に終わったようでございますが、卒業式がおめでたいかというと、私からすると別れの季節でございます。みんなめいめい自分たちの希望を胸に社会へ飛び立つわけでございますが、果たして何名の若者が自分の夢を、そして自分の志を全うして帰ってこられるか、非常に心配するのが私はこの3月だと思います。ぜひ安らに帰ってきてほしい、こう願いながらですね、私たち議員もそして市長もはじめ、地場企業をですね、育成し、地場企業に儲かってもらって、そして地場企業がですね、ぜひ安代から出ていった子どもたちを帰ってきてくれというようなですね、安代づくりをするのも我々議員の務めではないか、このように、今感じる次第でございます。どうぞよろしく皆さん方お願いを申し上げたいと思います。さて、今回は3点、一般質問を申し出ております。第1点目、教育サポート事業についてお伺いいたします。学力向上、不登校等の防止解消に必要な支援や学校経営の質の向上に実践的指導力の高い教員 OB を雇用するために、今回227万円の予算が計上されております。安代では不登校児童対策として球磨川教室が開校されておりますが、その球磨川教室、日夜8名の先生方が頑張っておられることは本議員非常に感動します。今回の教育サポーター、この2名の OB の方がどんな活動を行っておられるのか、部長へお伺いいたします。2点目、子ども支援相談事業についてお伺いいたします。市内の小中特別養護学校の生徒や保護者、学校関係者を対象に、いじめや不登校問題について悩み相談事業に116万円の予算が計上されております。いじめや不登校の問題は全国的に教育行政の悩みであり、教育関係者の頭痛の種ばかりか、子どもがいじめられたり不登校の生徒を持つ保護者の気持ちを考えるとき、何とも言えないのであります。一人でも二人でもいじめ不登校がなくなるように学校関係者も頑張っておられるとは思いますが、本市の昨年度の支援相談員の活動状況を部長へ伺います。第3点目、安代日名区道路側道についてお伺いいたします。大型車両の通行規制について、西回り自動車道の側道、南部幹線から日名区平成町線の平成町線の交通量が年々増えております。特にこの頃は大型車両の通行が目立って増えていると本議員思っております。朝夕の通勤時間帯は大型車と利用するときは身の危険を感じることもあります。まして大型車両同士の利用は大変である、市民にとっても危険である。市民の安全のためにも、大型車両は上下線とも市道平山新松線からパチンコダイアナ前から大坪町塩釜北柿の江線をまでを大型車両の通行禁止にできないかと本議員はこの頃は思っておるわけでございますが、執行部としてどのように考えておられるのか部長へお伺いします。再質問は質問席より行いますので、明瞭なる答弁をお願い申し上げます。
岡教育部長。議員ご質問の1項目目、教育サポート事業について、小項目の1番目、2名のサポーターの仕事の役割についてお答えをいたします。まず、教育サポート事業の目的について申し上げます。議員ご案内のように、本事業は教職経験が豊かで、実践的指導力が高い退職教員を教育サポーターとして配置し、教育サポーターによる教育支援活動を通して、学力向上や不登校の未然防止、解消、学校経営の質のさらなる向上など、本市教育課題の解決を図るものでございます。教育サポーターの仕事の役割でございますが、各学校、幼稚園への助言、校内、園内研修への助言、学習指導や生徒指導、保護者対応などの相談に対する助言、保護者会での講話、学力向上や不登校の未然防止解消に向けた研究など多岐にわたっております。これら支援の要請はその多くが校長園長を通しての要請ですが、教職員個人からあるいは保護者からの相談もございます。なおサポーター2名はそれぞれ1日4時間200日勤務し、その勤務時間は午前と午後に分けて、どちらかのサポーターが教育サポートセンターにおいて相談を受けることができる体制をとっております。また、支援要請や相談に対する2名の仕事の分け方でございますが、サポートセンター所長とサポーターの協議により振り分けております。内容によりましては、2名で支援に当たることもございます。以上、お答えといたします。中村和美君、はい。今の答弁で年間、200日の勤務日数で、各学校や幼稚園への助言や保護者会での講話、また登校不登校の未然防止対策等が主な活動で2名の先生 OB やっておられるというようなことでございますが、それではこのように多種多様な仕事をですね、大変だとは思いますが、昨年度の活動状況とそして成果についてお伺いを申し上げます。北岡教育部長。昨年度の活動状況と成果についてお答えをいたします。まず活動状況についてでございますが、平成24年度のサポーターの活動件数は2名合わせて381件でございました。また支援対象者の内訳の主なものは、管理職 49%、 教諭等 22%、 保護者 4% であり、支援内容の主な内訳は学校園経営が 41%、 学習指導 15%、 校内研修 8% となっております。次に成果でございますが、大きく4点が挙げられます。1点目は、サポーターが実体験に基づいた具体的な助言を行うことで学校現場の実践がやりやすく、また職員によるやる気をもたらすことができております。2点目は、学習指導や生徒指導に対する助言を行うことで、本市の不登校児童生徒の減少、学力の向上に寄与しているものと考えております。3点目は、相談者に対して悩みに対する解決方法をいくつか示すことで、解決に向かっていく意欲を高めることができております。4点目は、保護者の不安や悩みを聞き、学校に伝え、共に考えることで、お互いのより良い関係を築くことができ、教育活動に好影響を与えております。また、保護者の安心にもつながっていると考えております。このように、教育サポーターの活動は、学校や教職員、保護者にとって大変有用なものであり、なくてはならないものであると考えております。
今後もより充実した支援ができるよう努力してまいります。以上お答えといたします。はい、以上。中村和美君。はい、実績としては学校幼稚園経営学習指導、校内研修とお二人で381件の活動であったとのことで、あります。年間200日の勤務状態から考えると381件は、ちょっとハードではないかとは思いますが、しかし、それだけ職員の皆さんに頼られているということは事実でございますので、事業としては成果につながっている、このように本議員も思います。ところで学校経営の質の向上が一つの目的であるというようなことでもありますが、じゃあその学校経営の質の向上とは、向上等に必要な支援とは何なのかをお伺いいたします。北岡教育部長。はい、学校経営の質の向上等に必要な支援についてお答えいたします。まず学校経営とは何かということでございますが、それは各学校が独自に設定した学校教育目標の達成に向けてカリキュラムを編成実施する中で、教職員、設備、学校予算、情報といった人的、物的経営資源を有効に活用し、目指す学校の具現化を図ることと考えております。今、少子化、グローバル化、情報化など急速に進む社会構造の変化に伴い、学校を取り巻く環境や学校に求められるものも変化してきております。保護者の価値観も多様化している状況にございます。このような中、学校経営の質の向上のためには、校長をはじめとする教職員が組織としてその持てる力を十分に発揮できることが第一であると考えております。そして学校と一体となって子どもの成長を願う保護者の協力や連携が不可欠であります。そのために学校や教職員等への必要な支援として、児童生徒に対する学習指導や生徒指導への助言、保護者対応に関する助言、保護者に対する助言、活用できる情報の提供などが挙げられます。これらに限らず、学校や保護者等からの依頼に対して臨機応変に応えていくことで、学校経営の質の向上につなげてまいりたいと考えているところでございます。以上お答えといたします。以上。中村和美君。学校経営の質の向上とは、まあ、各学校でですね、いろいろ、まあ、校長先生等の教育方針にもあるんじゃないかと思いますが、各学校でこう特色がある、学校運営をされておるので、こう一つ非常にこう一つで、一つにまとめるというのは難しいことではないだろうかと思いますが、要するに学校と保護者、そして地域が一体となってうまく連携することでですね、子どもたちのやっぱり動きがよく分かるんではないかというふうに私は思います。特に学校側とですね、保護者側との連携がうまくいくことが大切と思いますので、2名のですね、教育サポーターの先生方にはぜひそういう点も頭の中に入れられてですね、頑張っていただきたいと思います。25年の3月の八代市教育振興基本計画の中にもですね、アンケート調査で教職員の資質指導力の向上を望む保護者が 45%、 約 50% 近く、市民が 54.8%、 50% 強、公立のですね、回答結果が出ております。やはり教職員の質指導力の向上が生徒たちに良い結果となると思いますので、サポーターの先生にはですね、ぜひ頑張っていただきたい、たく申し上げたいと思います。次、2点、子ども支援相談事業についてお伺いします。北岡教育部長。
議員ご質問の2項目目、子ども支援相談事業についての小項目1番目、昨年の活動状況についてお答えをいたします。まず子ども支援相談事業でございますが、小中特別支援学校の児童生徒およびその保護者並びに学校関係者からのいじめや不登校などの相談に応じ、不安の解消や問題の解決を図ることを目的としております。教育サポートセンター内に八代子ども支援相談室を設置し、退職教員である相談員1名を配し、原則として月曜日から金曜日の午後1時から午後5時までの間、来所や電話、メールでの相談に応じております。また今年度からは学校に出向いての支援も行っており、年間223日の勤務でございます。昨年度の活動件数は381件でございました。先ほど教育サポーター事業の答弁のときに381件というふうに申しておりますが、これはイコールではございません。たまたまこの件数になっております。相談者の内訳は主なもので、管理職 15%、 教諭等 39%、 保護者 31%、 児童生徒 4% であり、内容の内訳は主なもので、不登校 37%、発達障害など特別な支援に関すること 24%、 友人関係 7% となっております。なお本事業は支援の対象として児童生徒とその保護者を第一に考えておりますので、気軽に相談できるよう事業の広報にさらに努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。中村和美君。はい、活動状況が年間223日、まあ、半日勤務ではございますが、一人で381件の対応をなさっておられるということで、不登校と友人関係の悩み相談が約 50% ぐらいあるようでございます。大変なお仕事だというふうに思いますが、少しでもですね、子どもたちのために、早期解決することを望みたいと思いますが、ここで私は一般質問の中で問題校等への対応と書いてありましたが、問題校というよりも相談した学校への対応と本市の対応、そして、本市のいじめや不登校の状況をお伺いしたいと思います。まあ、相談校がどんな相談があったかということを主に聞きたいと思います、が、答弁のほどよろしくお願いします。北岡教育部長。お答えをいたします。まず相談者や相談の対象者の所属する学校への対応でございますが、相談内容は秘密とし、相談者と相談員のやり取りで解決を図ることを原則としております。しかし学校と連携を図った方が良いと判断をした場合は、サポートセンター所長と協議して相談者の了解を得た上で学校に連絡し、学校保護者を支援しながら共に解決に当たることとしております。また関係機関との連携が必要な場合も同様にして関係機関に紹介して、より良い解決方法を見出せるようにしているところでございます。次にいじめの状況について、毎年12月に行います心のアンケートの平成23年度から25年度までの結果に基づいてお答えをいたします。今の学校になっていじめられたことがあると回答した児童生徒の割合は、小学校では平成23年度 16%、 平成24年度 19.8%、平成25年度 20.5% と推移し、中学校では平成23年度 6.3%、 平成24年度 7%、 平成25年度 6% となっており、小学校で増えている現状がございます。その中でいじめが今も続いていると回答した児童生徒の割合は、小学校では平成23年度 23.8%、 平成24年度 22.1%、平成25年度 29% となっております。中学校では平成23年度 26.5%、 平成24年度 21.9%、
平成25年度 29.9% となっており、小学校、中学校とも昨年度より増加をしております。またいじめを受けたが、誰にも相談していないと回答した児童生徒の割合は、平成24年度と25年度では、小学校 28.1% から 30% に増加し、中学校でも 22.8% から 33.5% に増加しております。なお、平成23年度は算出方法が違いますので、比較の対象とはいたしておりません。このようにいじめを受けている児童生徒が減少しないこと、いじめられても相談していないことが課題であると捉えております。最後に不登校児童生徒数についてお答えをいたします。小学校では平成23年度から平成25年12月にかけて、1000人あたりで申し上げますと、平成23年度1人、平成24年度 1.5 人、平成25年度 1.7 人と推移し、中学校では平成23年度28人、平成24年度22人、平成25年度20人となっております。小学校では若干の増加傾向にありますが、全体で見ますと、平成23年度は10人、平成24年度 8.3 人、平成25年度 7.8 人と年々減少しております。今後も相談体制の整備と充実、安心して相談することができる環境づくりとともに、学校、家庭、関係機関と連携しながら、いじめや不登校の未然防止と解消のために取り組んでまいります。なお、教育サポートセンターでは、小中学校の教職員等で組織した不登校対策研究会といじめ防止対策研究部会を設け、いじめや不登校の未然防止と解消のための研究に取り組んでおります。以上、お答えといたします。中村和美君。はい、今の答弁でちょっと心配なのはですね、いじめや不登校がですね、小学校では増加傾向にあるという答弁がありました。非常に心配なわけでありますが、またそういう小学校でですね、増加傾向にあるというのは残念で仕方がありません。低学年の時にですね、やはりいじめや不登校生徒のですね、根を断つことがですね、これは大事ではないだろうか。そうすることによって中学校でのいじめがなくなる傾向にありはしないか、このように本議員思うわけでございます。で、教育委員会もですね、本腰を入れて、ぜひ対応していただきたい、このように望みます。また、関係機関との関連の連携も解決するためには必要であろうというふうに思います。これはあまり大げさになることはいけないと思いますけど、しかし、やはりやるときはやる、徹底的にやるという方法でですね、いかないことには子どもたちのですね、やっぱりいじめ不登校はなくならないんではないだろうかというふうに思います。それと私は平成24年の12月にもこの質問をしましたけど、その頃とどうもいじめの形態というんですか、これがだいぶ変わっておるようでございまして、24年ぐらいの時はまあこのぐらいはというのはいじめにならなかったようですが、この頃はやっぱりやかましくて、そういうのもいじめの方に入るというようなことでお話を受けたわけでございますが、このアンケート調査からもですね、いじめが今も続いていると回答した児童もいるわけでございますので、こういうところはですね、徹底的にですね、やはり悪い目をつむというようなことが必要ではないか、このように私は思います。そこでですね、ちょっと調べてさせていただきましたが、熊本県下の中でですね、他の市町村でこういう支援相談事業を行っているところがあると聞いております。その状況とですね、そしてこういうことを小さい間に目をつむということになると、私はこの相談員のですね、増員というのが
やすしでは必要ではないだろうかと、一人の先生に任せるだけじゃなくてですねと思うわけでございますが、いかが執行部として、教育部長お考えでしょうか。お伺いします。北岡教育部長。お答えをいたします。まず県下市町村の支援相談員の状況でございますが、本市のような子ども支援相談室等の名称で教育委員会として相談窓口を設けて相談員を配置しているのは熊本市、山鹿市、大津町、玉東町でございます。相談員や教育カウンセラー等の名称で人員を配置しているところは人吉市、玉名市、菊池市、天草市、宇城市、上天草市、水俣市と交差町でございます。人吉市は来年度に相談室を新設されると伺っております。相談員の人数は熊本市の9人が最多で、他は1から8人と幅があり、これら相談員は退職教員や臨床心理士などの有資格者が多くなっております。本市教育委員会といたしましては、相談員の増員につきましては現在のところを考えてはおりませんが、相談業務を充実させ、学校や関係機関との連携を図りながら相談者の不安や悩みの解消に今後も努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。以上。中村和美君。安代市内には約1万人の児童生徒がいるわけでございますが、過去5年間でですね、5名から6名の生徒が自ら命を絶っておるようでございます。本議員、非常にこれは残念でならないことでございます。今朝の新聞にもですね、皆さんご存知かもしれません、神奈川県下で、中2の子どもがいじめと関連して亡くなっておりますし、1週間に2日か3日はこういういじめの問題、子どもたちがの自殺のニュースがですね流れておるということで、八代だけはですねそういうことがないようにですね、みんなで頑張っていかなければいけないんじゃないかというふうに思います。文科省もですね2011年には、できる限り自殺事案があればすべての教員から迅速に徴収するという規定を今回ですね、指針を見直してすべての事案について遺族や警察への状況確認や全教職員からの聴取指導記録の確認などに即日着手するよう求めることで有識者会で決まったというようなことで、自殺の再発防止に役立てるほか、初期調査を徹底して深刻ないじめを見逃さないようにするという文科省の答申も出ておるようでございます。ぜひですね、こういう答申出ておりますので、八代はその先端をですね言っていただきたいというふうに思います。それといじめや自殺をですね未然に防ぐにはやっぱり親と子のですね会話が大事じゃないだろうかと私はこのように思います。親と子が会話することによってですね、まあ子どもの状況も分かりましょうし、他の子どもの状況もですね子どもたちは知っております。ですからそういうことで、まあ、親子の話を大事にして、どこの誰がでちゃんがギャンだったよというような話をですね聞いたときに学校にですね、まあ申し出、こういう子どもが話をしていたというような情報収集をですねやることも大事ではないかと思いますし、専門家に聞きますとですねやはり、自ら命を絶つ子にはですね何らかのやっぱ兆候があるそうです。この前、3日4日前広島県の高校生ですかねクラブを辞めたいというようなことでですね、まあ亡くなっておるような子もおりますし、そういう小さなことでもですねやっぱり見逃さずにですねそして本気で対応する、
そして早めに対応するということがですね、大事ではないだろうか、私はこのように思います。そしてまして八代は県下第二の市でございます。先ほど申しました約1万人の生徒児童がおります。子どもたちや学校の先生たちがですね、安心して生活できる、また指導できる環境を作ることがですね、教育の一環ではないだろうか、私はこのように思います。そのためにもですね、ぜひ、教育サポーター増員は必要であるというふうに思いますので、今のところ考えていないというようなことでございますが、やっぱり人の命には変えられないということを思うときに、この予算として116万円です。この116万円で今1名先生をですね、雇っておられて、その先生が一生懸命やっておられる、これをですね、まあ、倍してもですね、250万ぐらいにはしかならないんじゃないかな。それで子どもが救えたらですね、私は、その、金の使い道というのが生きてくるんではないかというふうにこれは思います。これはぜひ市長にもですね、お願いを申し上げておきたいというふうに思います。教育長もだいぶこれには答弁したかったんじゃないだろうかと思いますが、部長がですね、お相手するということでございましたので、柔道対剣道の戦いをさせていただきましたが、まあ、本当ありがとうございました。ぜひですね、本当あの子どもたちを守るためには金ではないということと、そして親子がですね、接するその親子の、そして校長、学校、そして地域社会で一生懸命、大事な子どもたちを育む、これが我々の務めではないかというふうに思いますので、教育長よろしくお願い申し上げたいと思います。次、第3点お願いします。船倉建設部長。中村議員ご質問の3項目目、八代避難道路側道の大型車両の通行規制についてお答えいたします。八代避難道路の側道、市道平山新町避難平成町線につきましては、南九州西回り自動車道の建設に伴い工事用道路として作られましたものを生活道路として平成13年9月に市道で引き継いだ路線でございます。八代市の市街地から水俣方面へ抜けます一般道路は主に国道3号と八代避難道路の側道がございます。国道3号につきましては避難の市街地を通るため30キロの速度規制と信号機規制がありますございます。そのようなことから国道3号の迂回路として信号機規制のない側道を通行する車両が多い状況となっております。議員ご提案の側道の大型車規制につきましては八代警察署に尋ねましたところ、側道を大型車規制しますと国道3号を通行する大型車が増加することが考えられるとのことであります。そのことから側道の大型車規制につきましては避難市街地の沿線住民の方々のご理解が得られるかが疑問であり、地域住民の総意ではなく一部の住民の方からだけの要望だけでは大型車規制を実施することは困難であるとのことでございました。まあ、いたしましては、まあ、今後も地域住民の方々や八代警察署など関係機関の意見も踏まえまして安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。中村和美君。はい。このなぜこういう質問をしたかといいますとですね、私はもう、まあ、朝から二見から出てきまして、朝は大体3号線を通ってきて南部幹線に入ります。そして、上がってくるわけですけど、夕方はですね、この私は側道ほとんど通っていくわけですけど、
今ですね、おっしゃったようにですね、大型車両が本当に非常に目立っておる。なぜかというとですね、日名具インター近くの信号機から3号線をずっと四季川地の元ビッグ3号線あそこまでですね上がってくると9箇所手押し信号だとか、信号があります。ですから大型車両もそういうのが面倒くさくてですね、この側道へ入るという状況であろうと思います。そしてあそこは前は田んぼでございました。それに西回り自動車道が入ったわけですので側道ができました。ですからあそこ田んぼで皆さん農繁期にはですねあそこに、車両を止めてですね仕事をしておられます。まあ、そういうののですね安全性から考えてもですね私は、この大坪塩釜北柿の江線というのはどこかといいますと、まあ、皆さん議員の皆さん分かりなさるかもしれませんが、四季川地の方から日名具に行くと根根橋というのがありますけどあれから、JRA のために、大きな道路ができております。今回その一部にですね、広域行政の消防署分署ができるわけですけどあるいは、大坪町塩釜北柿の根線というわけですけどあそこでですね3号線に向かうとかあそこから3号線に入っていったら、いいんじゃないだろうかというふうに私は思いました。なぜかと言いますと、まあ、日名具の町はですね大型車が通るようなことはやっぱり少なくなった方がいいんじゃないか。せっかく旅館がありますので、くつろいでおられるのでですね大型車が通るというのはやっぱりこれまたいかがなものかと思いますので、まあ、そういう規制をですねしていただけたらというふうに、思いました。ところが、まあ、警察の方としましてはですねなかなかそういう規制ができないようでございますがこれはですねまたこれから今後多分問題になってくるんじゃないだろうかというふうに私は思います。ですからまあこういう質問があったということと、そしてできる限りですね大型車両は、こうやって、3号線を走らせるということにですね、まあ、執行部としても頭の中に入れていただきたい、このように思います。3点、一般質問させていただきました。ありがとうございました。まず今申しました、教育サポーター問題、そして、子ども支援相談室、今梅の花が真っ盛りでございます。先週は精一杯梅の花がきれいに咲いておりました。八代の我流梅もですね見事に咲いていたというような話でございますが、そして、若葉が燃えるように出てくる。そして出てきたら、実をつける。その実が熟してそしてまた子孫を作るというのが、社会ではないかと思いますがそれができない子どもがいるということが非常にこう私は残念でございますのでそういうことがですね、絶対生まれてきたら実をつけて子孫を残すような子どもたちであってほしい、こういう願いを学校を込めてですね今回は、教育部門に、2つ、質問をさせていただきました。さてまたおはようございますが、宮川環境部長山本市民共同部長船倉建設部長そしてうちの田上議会事務局長、今期3月で、満期で、退職されるというようなことでございます。また他に約30名の職員さんが退職定年で、去られるというようなことでございますが、特に宮川環境部長はですねやっぱり最大の課題であったこの環境センター、ね、これが一番やっぱ安田にとってはこの頃の重要なるですね問題でございます。後輩にですねしっかりと引き継いでいただいてそして、自分のノウハウをですねぜひ、後輩に、植え付けるという植え付けるのおかしいですけど指導するというのも安田氏のですね、には大事なことでございますので最後まで立つ鳥後を濁さずじゃありませんので、まあ、部長でしたら頑張っていただくと思いますので、よろしくお願い申し上げます。あと後ろからなんか、はい、やめろやめろというような話があるようでございますけど本当このようなことで本当辞める職員の皆さん方、第二の人生が先置かれということとそして明日一日また一般質問もございますので気合を入れてですねふんどし引き詰めて、議員の一般質問に答えていただくようお願いを申し上げ一般質問を終わらせていただきたいと思います。部下の人たちにお世話になりました。以上です。